皆さんこんにちは、三上優愛です。今日はですね、なんとグラビアの現場に来ております。初グラビア撮影の裏側を公開したいと思います。今日はね、雑誌フラッシュさんの、グラビアの撮影で、久しぶりにねフラッシュさんの撮影ということで、こんな感じでグラビア撮影の時私がどんな風に過ごしているかとかを、皆さんに紹介できたらいいなと思います。今ちょうどメイクが出来上がったので、早速1個目の撮影に行ってきたいと思います。お願いします。かっこいいですね。本当ですか？お尻が鍛えてない。多分その間に鍛えてました。でもでかくなりすぎてお尻がちょっとショーパンとか入んないくらいになって、いやなんかそんなやりたくなかったんですけど、スパルタだったんですよ。誰がですか？ジムのトレーナーさん。あ、そうです、ね、私は全然別にちょっと痩せたいなみたいな感じで行ったんですけど、ゴリゴリにやられてちょっと嫌になってやめました。はい、一発オペです。はい、2着目きます。このネイル可愛いでしょ。オーロラフレンチです。グラビアの時はこういうシンプルなネイルの方がいいと思うんですけど、いつも私はゴテゴテしてるんですけど、今日はタイミングよくシンプルなネイルでした。可愛いでしょ。2着目着替えたんですけど、下がちょっとスケスケなんですよ。だから上半身だけ撮って、頑張って下半身映したらダメ、YouTube 的に使えないから。加工しときます。なんか三上みたいな、自分の写真みたいな、テレビみたいな感じの隠し方。私がここにいるんでしょ。すごい透けてる。いい感じ。よかった。今日日が強い。そうだね、すごいなんか秋の日差しって感じだし、日焼けしそう。はい、3着目の衣装です。じゃーん。はい、こんな感じでちょっと透けてる衣装なんですけど、どうでしょうか。見えてるより見えてない方がいいってみんな言わない？3着目も頑張っていきたいと思います。順調です。そこそこに行くまで OK です。 OK ですかね。日に焼け、もうあと2着。結構ね、早い、順調に終わりそう。今日初のヘアチェンジです。ずっと巻き下ろしだったからね、髪の毛をポニーテールにしたいと思います。グラビアの時はね、ナチュラルメイクなんですけど、どうですか？いつもと違って見えます？このリップがね、すごく可愛いの。ゆずこさんにやってるライキーの2番が好きなのかな、私は。02番、これが絶妙なテラコッタというかね、オレンジ茶色みたいな感じで、とっても可愛いの。しかも塗り心地もすごくいいの。スルスルって塗れるの。それがお気に入り。コンタクトもね、いつもよりちっちゃいの。いつもよりちっちゃい目のやつつけてみな。どう？わかる？わかった。あなたは言わず認定。はい、4着目でーす。髪の毛もアップにして、ちょっとガラッと雰囲気が変わりました。見て、このなんかね、これ下は水着みたいになってて、こんな風になってるの。その上に
ズボンを履きました。すごくおしゃれな感じです。どうでしょうか、ポニーテールどうでしょうか。残り2着頑張っていきたいと思います。近くに見える、うん、見える。そうだよ、これはちゃんとしたこの服のやつの勘違いしたんです。ここが乳首なんで、ここはちょっと外で。ラッシュっていうおしゃれさし、世界一おしゃれさし。ラッシュおしゃれさしですよ。おしゃれさしだな。脱ぎます。今これ流行ってんです。フォロワー何人ですか。今86万1900かな。100万人目指してるんですよ。1M みんなフォローしてね。 TikTok 頑張ってあげてんだよ。こうやってほら、私全 SNS やってるから。こんな感じ、撮影の時にいつもね TikTok とかね撮ってるんですよ。衣装いろんなの着るから。はい、最後の衣装です。結局横にしました。珍しいでしょこの髪型。どうですか、これもこう残してて可愛いよ感じでグレーで統一しました。はい、では最後の撮影頑張っていきたいと思います。ファイティング。はい、今撮影が終わりました。イエーイ。はい、とても久しぶりのフラッシュの撮影ということで、楽しく撮影させていただきました。なんかいつもと違う雰囲気の撮影が多かったので、なんかファッションでもないしセクシーすぎでもないし、そのファッションとセクシーの間みたいな、本当に、ね、新しい撮影だったのですごく楽しかったです。絶賛発売中だと思いますので、皆さんフラッシュぜひ購入して中身見てみてください。以上、三上優愛でした。皆さんチャンネル登録といいね押してね。